大丈夫、まいちゃん。はい、ありがとうございます。お姉ちゃん入れる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はーい。じゃあ、乾杯。うん、な、甘っ。うまっ。これね、うん、ビールじゃないんですよ。あ、ビールじゃないですよ。いちごの秘密。って書いてある、ここに。いちごの秘密、すっごい、これ、何？うん、甘ーい。あ、お姉ちゃん、年賀状出しました？あ、ね、出してるかな。あ、そうですよね。でも出してると思う。それかまだ書いてるか。あ、え？そっか。ねえ、もう、年も押し迫ってきちゃったもんね。そうです、もう終わりですよ。あと、まいちゃん、まいちゃんは、あの、年賀状は？メールです。現代っ子だね。もちろんメールです。そっか、今多いよね。はい。1日になるといっぱい来るんだよね、メールがね。あ、あれは、うん、あの、自己満足で送っているので、うん、普通返信しなくていいんです。いいんだ！いいものなんです。初めて聞いた。私、すごいそれ、毎年悩んで、ものすごい量のメールが、おめでとうが来るけど、はいはいはい、そうですよね。あれ、返信してたら大変だよね。大変ですね。あ、いいんだ！自己満足です。あ、そっか、よし、自分はできたぞと。はい。あ、いいこと聞いた。はい。まあ、私はですけど。あ、ドッキリ。うん、わかった。はい。はい。じゃあ、行きます。なぎさと、さなえの、お前に、レインボー！中原舞です。うん。ごめん。いえ、飲んでた。いや、私が悪かった。うん、うん。今夜はブレイコ、井上きっこ17歳です。あ、未成年なのに飲んじゃった。そこがおいおいだ。ちょっと待って、まいちゃん今のね、おいおいはね、はい、いつもより大きかった。ごめんなさい。ごめんなさい。そう、おいおいだ。これ、いちごの秘密だって、お酒って書いてますよ。ここ、ここほら。ほんとだ。ここ。ほんとだわ。お酒だと思わなかった。でも、これなんか突っ込んで、ちょっと待って、突っ込んで。今すごい恥ずかしくなった。これさ、ちょっと今ちょうどの、でもでもほらブレーコーだから。そうですね、うん、何何ブレーコーだけれども先週、うん、よく噛んでもカマンベールさんが、うん、カツサンドのコーナーで、うん、今日はブレーコーという言葉を信じると大変なことになるって。あったあったあった。あれおかしかったね。言ってませんでした？言ってた。今日私たちがここでブレーコーだからって言って、うん、お酒をすっごい飲みすぎて、うん、ちょっとあの大変になると、うん、これブレーコーだからって言ってるのに事務所のマネージャーとかから過去方面で大変なことに、ね、大変なことにならないかなって。大丈夫じゃない。あ、ダメだ。でも、ちょっと待って。大丈夫じゃないって、私言っちゃうと、はい、私にも責任が来るから、ちょっと待って、ちょっと待って、なんて言ったらいいんだろう、ここは。私は結構こう、策略を考えてるからね、今ね。保守的な感じで。保守的なね。自分にこう、害がないように、はい。全然です。でも、ブレコをやっちゃって、失敗とかしちゃっても、はい。ごめんなさいって言えばいいか。ごめんなさいって言おう。ごめんなさいって言えばいいよ、まいちゃん。じゃあ、そうします。じゃあ、ブレコで行こう。はい。ね、なんか美味しいから、これ。ね、もうちょっと、はいはい、どうぞ。あとでも、お姉ちゃんの方が進んでるんで、もうぜひお姉ちゃん飲んでください。はい。そんなに酔わせてどうしようっていうの。じゃあ今日は私が番組説明しましょうね。ごめんごめん。はい、お姉ちゃん、飲んでてください、はい。この番組はクロナドのラジオです。アニメが絶賛放送中で古川親子ペアがお送りしています。番組のテーマは絆です。うん、じゃあ最後の締めだけお姉ちゃんお願いします。ごめんね。今日も最後までブレイコー。なぎさとさなえのお前にレインボー。この番組は光坂高校演劇部、武士ロード、タブリエコミュニケーションズの提供でお送りします。お前にレインボー。ブレコーってどんな感じなんですかね。どんななんだろうね。うーん、でもこれすっごいあの甘くて美味しいから、はい、いちごの秘密ってカルピスから生まれた
ミルクスプリッツ、いちご果汁、牛乳を加えたカクテルなんですって。すっごい飲みやすくない？これ、リキュール自体はカカオなんですって。うん、カルピスといちごミルクとカカオのリキュールが入ってるんですって。ね、これなんかね、ジュースみたいに思っちゃうんだけど、どのぐらい入ってる？ 4% です。どう？ 4% ってどうなの？ 4% はビールと同じぐらいなので、そんなにアルコールは高くないんですけど。え、高くない？4% だと低いですね。あ、ほんと。じゃあ全然大丈夫かな、はい、どんどん飲んでても。お姉ちゃんが飲みたいって言ってた日本酒は、20% ぐらいありますよね。そうなるの？はいはいはい。あら、じゃあ、平気だね。どんどん行ってね。悪酔いしなければ。大丈夫。大丈夫ですか？楽しいから。お姉ちゃん言うとどうなるんですか？私ね、はい、楽しくなると思う。あ、でね、そんな全然強くないから、で、あとは眠くなっちゃうかな。あ、一緒です。うん、だからなんか、あんまり、こう、ねえ、そんな飲まないんだけど、はい、うんうん、こういう美味しい甘いのとかはいいよね。カルアミルクとか好き。ああ、いいですね、うん。つい飲みすぎますよね。ねえ、まいちゃんどういうのが好きなの？私は、こういうのずっと飲んでたんですけど、うん、最近はワインとかが好きで、ワインをよく飲みます。そうなんだ。全然飲まないな、ワインは。ワインは、もう大変です。この間、伊藤美希さんのお家で。美、う、希、ん、ちゃんワイン好きなんだよね。大好きで、もうびっくりするぐらい、あそこのご夫婦は。そうなの？ワインを、うん、買っていきますねって、うん、お好きなので、赤を買っていきますねって言って、うん、赤を買ってったら、うん、ボジョレーが、うん、ボジョレーヌーボーの時期だったんですけど、うん、ボジョレーヌーボーが、びっくりするぐらいの数を置いてあって、このぐらい飲むでしょって言われたんですけど。ミキちゃん飲め飲め私たちの大好きなミキちゃんなんですけどね。あ、そう。そうなんです。その時もベロベロに酔っ払って、ミキさんのお家で、せっかく遊びに行ったのに、3時間寝て帰りました。いや、いいよ、そういうのがあった方が。本当にも。楽しそう。いいな。ぜひお姉ちゃんも今度。ま、うん、行かなきゃ、ミキちゃんち。はい。うん、じゃあ、ね、はい、うん、そんな感じでメール読みますか？読みましょうよ。はい、え、ちょっとマリちゃんなんで悩んでんの？悩んでない。読もうよ。読みます読みます読みます。じゃあ読みますね。はい、ペンネーム光の十字架さん、ありがとう。ありがとう。毎週楽しく拝聴しています。うん、12月になって今年ももう終わりですね。うん、前回お姉ちゃんが言ってたように、うん、僕も12月が来るのが早いと感じています。うん、さて冬といえば雪が降る季節。うん、僕の地元では、冬は結構雪が積もるので、うん、小学校の頃は授業をやめて雪合戦をしたり、友達と一緒に山の斜面に、山の斜面を使ってソリで遊んだりしていました。うん、お二人は小さい頃に雪遊びしていましたか？最後になりましたが、お体に気をつけてこれからもお仕事頑張ってください。応援しています。美味しいですか、お姉さん。これね、気を使ってね、スタジオの方がおつまみにプレッツェル出してくれたんです。美味しい。美味しいですか？私、聞き始めに食べちゃったから、もぐもできなくてどうしようと。いいんですよ、もうもぐもぐしてください。いいかな、はい、大丈夫やか？全然大丈夫です。皆さんね。はい、どうですか？雪遊び。あれ、舞ちゃんのところは雪はあんまり。あんま積もったことないですね。そっか。私も、育ったのは関東だから。はいはい。まあ、何年に一回か、大雪だったっていうシーズンあるけど、はいはい、そんなにすごい雪遊びの印象は、まあ、すごい積もると嬉しいなっていう感じで、うん、私ね、ずーっとね、あれに入りたいの。鎌倉。わかる？わかります。入ってみたい。もうずっと、子供の時からの夢でまだ、入ってないんですか？入ってないの。あれって中があったかいんですよね、確か。そうなんだよね。いや、鎌倉入りたい。どんな感じなんだろうな。これ、どこに行けば入れるんですか？うん、北海道とか。まあ、北の国だよね。北の国からって感じで。でも、鎌倉を作って、うん、お客さんを招き入れるみたいなとこありますよね、確か。あ、あるある。自分で作るの嫌だから。それつく、なんか難しそうだしね。うん、行きたいね。そういうのがあるとこに行きたい。そうね。でも、あと、そり遊びとかしてみたい。あー、したいですね。なんか私、スキーとかスノーボードとかそういう、なんか、はいはいはい、そういうのは、大変そうなイメージがあるんだけど。あ、怪我しそうですもんね。なんか普通に遊びたいな。なんか、ほら、お尻になんか引いて、シューって滑るとか。ありますね。で、楽しそう。ああいうのいいねー。
遊びが。ありがとうね。ありがとう。じゃあお姉ちゃん読みますね。はい、ちょっと長いので、ゆっくり。あ、じゃあゆっくり食べて飲んでます。はい。ペンネームラグビー部の平部員さん、どうもありがとう。中原さん、井上さん、はじめまして。はじめまして。忙しくなかなか聞けませんでした。今回が初めての投稿です。突然ですが、クラナドのテーマが絆や家族ですが、僕はとても不思議な体験をしました。貧乏旅行をしていた時に、深夜電車に乗るための電車賃を払うと、一文なしに、駅のホームでお腹が空き困り果てていると心配そうに見ていたおばあちゃんが持っていたおにぎり2個を僕に持たせてくれました。しかも千円札を僕に持たせようとしてくれました。さすがに悪かったので大丈夫ですと断ろうとしましたが、おばあちゃんはも持ってきなさい、今度困っている人を見かけたら同じように親切にしてやることが私へのお礼だよと言ってくれました。このおばあさんからまえちゃんが、まえちゃんすごいつもり入りました。すごい嬉しい、まえちゃんがつもり入ってる。すごい、よかった。そこで涙を流しながら電車に乗りました。はい。寝台の同じボックスにはおじいちゃん、うん、東京にいる初孫に会いに行くそうで、ほうほうほう、その初孫のために和歌を書いていました。へー。その和歌が書いてある紙はホチキスで留めてあるだけだったので、うん、手持ちにあった糸を寄り合わせて紐を作り、和とじにしてあげたんです。和とじ？和とじってほら、よくなんかさ、うん、こうやってこうやってここがこうなって、あー、わかりました。あのバインダーのみたいな方式みたいな感じだから、なんか、はいはいはい、ね、紐を作って和とじにしてあげたんだ、うん、ただそれだけだったんですが、おじいさんは座席の上に正座をしてぴったりと手をつき、まだ学生の僕に深々と頭を下げて何度も感謝されました。そしてその電車の中で2回最上級のお弁当をごちそうになり、おばあさんにもらった千円札は使わずじまいでした。その千円札は有意義に使おうと思いましたが、今でも財布の中に大切にしまわれています。長くなりましたが、お二人はこのような体験をしたことありますか、というね、メールです。ありがとう。あったかいですね。すごいね。これはもう、でも確かにちょっぴり不思議なというか、うんうん、あったかくて不思議な、素敵な、素敵です ね、 私ここまで全然不思議じゃないんだけど、はいはいはい、よく電車とか乗って本当にこうたまたまちょっと近くに座ってたおばちゃんとかおばあちゃんが、はい、ちょっと なぜか食べるとか言って飴とかなんかくれたりっていう、そういうなんか何でもないその日常がすごい好きで、そういうことはよたまにあったかな。なるほど。へー、うん、なんかいいよね、人の優しさってね。いいですよね。その田舎に行くと、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかすごい人に関わりを持ってきてくれるんですよね。そうなのかもしれないね、うん、でも自分もだからなんかそういう風になりたい。あ、なんか当たり前のことのようにこう、はいはいはい、やりたいよね、そういうことがね。ねえ、意外と田舎の人って、うん、そうなんですけどね、うん、田舎育ちなので私は、うん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 、みんながそのあのおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいたんですけど、うん、みんながあの子供の面倒をみんなで見るみたいな、いいね、うん、感じでした。素晴らしい、うん、はい、どうもありがとう。ありがとう。そしてそして、うん、続いては、うん、恒例ポニーキャニオさん、キャニオさんありがとう。まいちゃん、キコさん、こんにちは。うん、数字あと数日で2007年が終わってしまいます。うん、そうなの、私は、明日から3日間コミケ三昧です。うん、スノハラ T シャツもゲットしますよ、うん。私は今からビッグサイトに向かいます。それでは来年もお二人とクラナドを応援しています。わー、嬉しい。はい、私は。そっか、コミケに行ってらっしゃる方は、はい。もしかしたら、うん、こらパソコンなんて持ってらっしゃる方は、そのコミケとかで、はい、ちょっとこう休憩しながら、はいはい、ちょっとラジオ聞いたりなんていうこともあんのかな。コミケは戦場ですからね。あ、そっか、そんなことしてられない。そっか、してられないかもしれないですね。じゃあもしくはこう泊まった宿泊所で、はい、ちょっとこう、それもあるかもしれないですね。ね、そういうの聞いたりとかのも嬉しいしね。ね、本当に年末ね、いろんなことがあるけど。そうですよ。風邪さえひかないで元気だったらいいね。風邪ひきたくないですね。ちょっと気を緩めちゃうんですよね。そうなんだよね。
皆さん気をつけてくださいね。気をつけてね。はーい。じゃあお便りなのでした。カツサンド。いつも渚ちゃんが言うように、皆さんからいただいたこれで勇気を奮い立たせるという言葉のお便りを紹介していきます。はい。キャサリンさんからいただきました。はい。世界は自分を中心に回ってるって思った方が楽しい。ふさふささんからいただきました。うちはうち、よそはよそ。G 戦場のアリアさんからいただきました。喧嘩のいいところは仲直りができることね。トメさんからいただきました。女は魔物。七色温泉さんからいただきました。愛は2年まで、愛は2年まで、2年目以降は経済力で。ドクターポストさんからいただきました。年を取ることは恥ずかしいことではない。うん。バイジョージ・フォアマス。あー、ドキドキした。ユウさんからいただきました。初めの一歩より、この言葉を胸に精一杯生きています。うん。ライライさんからいただきました。震えるぞハート、燃え尽きるほどヒート、刻むぞ血液のビート。空城さんからいただきました。てめえは俺を怒らせた。ハイウェイスターさんからいただきました。だが断る。音楽余っちゃった。ちょっとお姉ちゃん、待って、プシューってトボトボトボって何ですか？びっくりした。すごい音がした。おいおい。すごい音がして、びっくりしちゃった。プシュッ、トボトボトボ、ゲラゲラゲラって。お姉ちゃん笑い上手ですね、きっと。はい、まいちゃんどうぞ。すいません、いただきます。あ、今度のはハスカップのお酒ですね。ね。はい。そう、そうだ。やばい。会話が噛み合わなくなってきた。やばい。今日しっかり持っていきましょう。今回もいいメールがいっぱい。いやー。お姉ちゃん。そうなんです。あの、ハイウェイスターさん、空城さんからいただいた、あとライライさん。これ全部ジョジョね。ジョジョ。ジョジョ、あ、ジョジョの奇妙な。はい、みんなジョジョなの？はい。みんなそんなにジョジョが好きなの？みんなジョジョ好き。すごいね、ジョジョって。本当にジョ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 じゃん。お姉ちゃん、お姉ちゃん。いい、お姉ちゃん、もっと飲んでください。もっと飲んでください。ジョジョって、うん、あの、何でしたっけ、あれ。あの、あれ何でしたっけ。ジョジョの奇妙な冒険。冒険じゃない。冒険？あれ、冒険。ちょっと待って、冒険？冒険、あれ、あの人たちが出すな、スタンド？スタンド。そう、スタンドです。お姉ちゃん。お姉ちゃん、お姉ちゃん大丈夫ですよ。お姉ちゃん、ここにパンもありますから。あの、団子のパンもありますから。パン食べてください、パン。お姉ちゃん、あの、お酒休んでパン食べてください。なんでこんなおかしくなってきたんだろう。あとはですね、お姉ちゃんがドキッとしてた、ジョージ・フォアマンさん、うん、ドクター・ポストさんからいただいた、はい、歳を取ることは恥ずかしいことではないっていうことを言った、ジョージ・フォアマンさんは、うん、アメリカの元プロボクシングヘビー級世界中。もう、橋が転んでも面白いみたいな。あれ合ってますか？橋が転がっても、転がっても面白いみたいな。この方がですね、うん、プロボクシングでヘビー級の世界チャンピオンだったんですけど、うん、45歳にして再び世界チャンピオンに返り咲く。すごい。その時に語ったのが、歳を取ることは恥ずかしいことではない。すごいね。一言です。ああ、はい、よかった。いや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 、ね、初めの一歩よりっていうのもね、 ありましたよ。それは初めの一歩ですね。うん。あれあれ、あ、これは、あ、大変大変、まいちゃん間違った方を読んでる。何、ここだ、ほら、この言葉を胸に精一杯生きていきます。どれ？私分かった、まいちゃん。これさ、初めの一歩っていうよりの話で、こっちを読むんじゃないの？ここ。間違えた。ゆうさん、ごめん、間違えた。私、今
今ゆ、あの、ゆうさん、びっくりしてるよ。おいって。ゆうさんからいただきました。努力したものがすべて報われるとは限らん。しかし、成功したものは、皆、すべからく努力しておる。で、初めの一歩より、だったんだ。この言葉を胸に精一杯生きていきます。これ感想だった、彼女の。彼だか彼女だかの。恥おかしいやんって思ってたんですけどね。大変なことになってるね。ごめん。私たち大変なことになってる、ね。大丈夫かな？大丈夫です。そう？まだ大丈夫です。まだ大丈夫？私、こっから長いです。そうだね。こっから長いです。そうだね。こっからちゃんとしよう。こっから長いです。ね。はい。はい。で、カツサンドでした。ちょっと待って。なぎさとさなえの、お前にレインボー。さなえ疑惑。リスナーさんがごまかしていることや疑っていることを今回も紹介していきます。はい。じゃあ私から、うん、ペンネームなごもみはるさん。はい。近所の国道の交差点の信号に、うん、夜間観の式、夜間観の、うん、観能式、夜間だけ観能するんじゃない、観能式信号があるのですが、うん、この信号誰もいないのにもかかわらず信号が変わるんです。うん。一体どういうことなんでしょうか。まさか目に見えない何かを感じ、信号が変わる？やーだーやだ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 。変わるってどういうこと？あ、青になるんじゃないですか。これ多分、うん、普段は、うん、誰もいないから、うん、夜間って、うん、通行人がいないから、うん、車道の方がいつも青になってるんですよね。ああ、そういうこと？車は結構通るので、うんうんうん、で、あの、通行人がいないから、来た時にだけ青になるみたいなシステムになってるんだと思うんですよ。うん、そういうこと。歩行者用の信号が。うんうんうん。うん？あ、車もあるんですね。うん、へえ、それなのに、うん、青になってしまうということは、ああ、何かを、その信号は感じて、あ、ね、ちょっと、まーちゃん、それちょっと飲まして。うん。あれちゃん、これ混ぜちゃったの。混ぜちゃったの。だからね、ハスカップってどんな味かわかんなくて。もういっぱい飲んでください。あ、美味しい。美味しいですよね。ハスカップ。大丈夫ですよ、お姉ちゃん。これ開ければこれ入りますから。今ね、うん、なんかね、はい。混ぜちゃったね。なんかもともとイチゴミルクだったから、うん、イチゴとカルピスで、うん、ピンクの、ちょっと濁った感じだったんですけど、うんうん、それにちょっとハスカップの、濃い色が混ざって、うん、濃いイチゴ、おぉ、めっちゃー。私ね、言ってください、これもこれ。はーい。はーい、ありがとう。わ、こんな、大丈夫かな？いけますよ、姉ちゃんなら。はい、じゃあ、うん、色決めなきゃいけないですね。色ね。でもさ、これ、やっぱり、うん、目に見えない何かを、あ、ごめんなさい。パン？パン。パン、私、ね、これ気になるんだけど。じゃあ私これ一個食べる。それなんか、なんだろう。ね、今日すごいんですよ。タブリエさんの、はい、スタッフさんの女の子が、はい、パン焼いてくれたのね。焼いてくれたんですよ、これ。しかも団子大家族パン。そうなんです。あ、中は、パンです。でもちゃんと2種類あって、一つの方はシナモンロールパンで、うん、この、かわいい団子大家族みたいなパンは、お姉ちゃん大バカですね。はい。なんか、パンなのね。そうなんですね。パンの中もパン。はい、食事パンみたいです。あー、うん、おいしい。これさ、写真撮りたいよね。うん、さっき撮ってましたよね、全然。すっかり。よかった。よかった、撮っといて。じゃあ、なぐもさんには、うん、なんかさ、うん、素敵なものをあげたいね。心で。そうだよね。だってメールだし、うん、住所わかんないし。あ、じゃあ、なぐもさんは、うん、なぐもさんは、じゃあ、何あげる？色ですか？うん。じゃあ、うん、私たち何の答えも返してないんだけど、レインボーカラーにしましょうか。レインボーカラー！やったー！おめでとう！おめでとうございます。でも、レインボーカラーもらえると嬉しいかな？嬉しくないわけないじゃないですか。あ、ほんと？嬉しいですよ。すごーい、やったー。
ですよ。よかったよ。次はお姉ちゃん？あ、私だ。いきまーす。疑惑だからね。そうですよね。うん。ペンネーム放課後の紅茶さん。ありがとう。中原さん、井上さん、はじめまして。はじめまして。お二人は、うん、雪という童謡ご存知でしょうか？ん？雪。雪がどうしたの？あ、雪という、待って、童謡？童謡。童謡がわからなかった。あ、ごめんなさい。歌、歌です。歌ね。はいはい。してますか？うん。その歌では、うん、雪の降る中、犬は喜んで庭を走り回るとなってますが、うん、うちの犬は毎日寒そうに小屋で丸くなってます。あ、わかる。ね。なので僕はこの歌詞は実は間違ってるんじゃないか？と毎年ひそかに思ってます。あー、でもワンちゃん、こういうワンちゃんいるよね。うちのワンもです。あ、やっぱり？本当に。うちいつもあったかいんですよ。うん、あのお部屋の温度は常にもう23度ぐらいにしていて、で、うちの犬座敷犬なんで、外出さないんですよ。うん。何ちゃんだっけ？ちょっと待って当てさせて。はい。もう何回も聞いてるから。すごい言ってます。ピック。違う、なんだっけ？それ絶対2文字だと思うんだよね。どこの女ですか？絶対2文字だと思う、カタカナ。2文字、でも今のピックは3文字ですからね、お姉ちゃん。言っておきますけど。ね。はい。ピッキ。ピッ、ついてませんからね。ピにこだわってらっしゃるようですけど。ポ、ポ、ポ。あの、破裂音じゃないです。ポじゃない。あ、でもポ近いから。わかった、はい、モカちゃん。あー、モカちゃんだ、モカちゃん、はい、そうそう、モカちゃん、はい、うちの犬はあの、お散歩にもあんま行かない犬なので、うん、そう、行かないっていうのは私が行かない、そうだよね、多分ね、多分モカちゃんは行きたいと思う、行きたいんですけど行かないので、でもこれで久しぶりに、ドクランに連れてってあげようと思って、喜ぶね、それ連れてったら、若干、テンションが下がっちゃって、もう若干どころか、え、モカちゃん、さ、寒くないですかみたいな。ここどこですか？ここ寒くないですかってなっちゃって。ここどこですかみたいな。え、それ走りたいっていうよりも、よりも、寒いよ、ちょっと待ってよ、みたいな。尻尾も上がりませんよ、みたいな。ことになってしまって。もう、現代病ですね、これ、犬の。昔の犬は、私のせい？そんなことないです。私のせいじゃないです。そうか。あ、でもね、うちのポロンも、普通の雑種なんだけど、結構寒がり。あ、本当ですか？でもやっぱり家の中で飼ってるからかな。だと思いますよ。もう外で飼ってる犬はもう雪降ったらこれ来たみたいな。そっか、楽しいのかな。はい。そっか。じゃあ、ってことは、あれなのかな、色としては、ワンちゃんも、やっぱ寒いから、この雪の降る中、犬は喜んで庭を走り回るわ。色としては、でも黒ってんでもないよね。そういう犬もいるからね。そうですね。ね。でもそういう犬はフィラリアになるので。嘘。いや、決めつけちゃった。決めつけちゃったの？ないかな。レインボーカラーで。やったー、なんか年末って感じもする。ですよね。レインボー、じゃあ次のメールもレインボーカラーだね。そうですね。うん。もう決まっちゃう。読まなくていいじゃん。めっちゃ読みます。はい。ペンネーム。うん。モロズキンチャチャさん。ありがとう。ありがとう。奨学金。奨学金。ちょっと待って、見せて。読めないよ。奨学金。奨学金だ。何諸葛金って。わかった。諸葛金孔明だよね。イェーイ。何ですかそれ。知らないの？知らない。お姉ちゃんの、お姉ちゃんが知ってること私知らないことがあった。すっごい悔しいでしょ。悔しい。よく言われる。私いろんな人に。なんか、私に突っ込まれると悔しいとか、悔しい、私の方が知ってると、はい、なんか余計みんなね、腹立つし。ちょ、もう、家帰ったら、もう調べますよ、ネットで。三国志だよ。三国志、しかもこの言い方が憎ったらしいでしょ。お姉ちゃん、三国志出てたんですか？昔のね、三国志っていっぱいやってるのよね、アニメで。私が出てたのは、昔。昔。そうか、お仕事柄ね。お仕事柄。なるほど。諸葛金茶さん、ありがとう。ありがとう。きこ姉さん、まいさん、こんにちは。こんにちは。この番組のテーマは絆だったはずですよね。え、何
つって。ですが、まえ、うん、さんの宝くじが当たったら発言で、うん、本当にテーマは絆の逆持ちました。うん。ここまで来て、うん、屋台骨が揺らない。ちょっと待って。まえちゃん、ねえ、まえちゃんちゃんと読もうよ。ね、メールは。ちょっと待って。お姉ちゃん、ちょっと待って、読むよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんね、顔赤いけどちゃんと読むよ。プロの仕事を見せてください。お願いします。本当にテーマは絆の疑惑を持ちました。そうです。ここまで来てそれが言いたかった。屋台骨が揺らぐような発言、はい、屋台骨が揺らぐような発言あ、屋台の骨がきっと揺らいじゃったら全部崩れちゃうよってことですよ。へー、はいはいはい、あ、こういう言い方あるの。あ、そうですか。一体舞さんの言う絆ってどんなものなんでしょうか。あ、わかった。はい。だから、うん、宝くじが当たったら、舞ちゃんは、はい、下隠しにします。っていう発言を受けて、はい、初課金ちゃちゃさんは、うん、本当に絆このラジオって思ったんだ。何を言ってるの。だって知らないことは知りようがないんだから、うん、知らなければ、うん、私が勝手に隠そうが何しようが、うん、あれもう開いてる。まえちゃんちょっと待って。開け、お姉ちゃん全部言いました。本当？はい。早い？だから、うん、だから、まあ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 。ちょっと待ってください。だから、お姉ちゃんまだ全然入ってます。本当？じゃあそれじゃあちょっと食わって飲んで。これ一気に飲んじゃえばきっとなんかあれが回るんじゃない？あれが。ちょっとこれお姉ちゃん酔っ払ってますよね。ん？ん？じゃあ失礼します。あー、なんかいいね、女の子が。あー、津田さんが見たらどうしよう。あ、津田さんいただいてます。津田さんごめんなさい。すいません、いただいてますすいません。あ、大丈夫、顔は赤くなりますけど、そんなにすぐ酔わないんで大丈夫です。長いんで。はーい。で、私が言いたかったことはですね、うん、ありがとうございます。あ、津田さんってね、あ、うちのマネージャーです。マネージャーさんね、はい、もう素晴らしいよね津田さん。もうこの話いいですか。津田さんはね、もう長いしね、長いですね、なんかすごい信頼できるマネージャーさんだよね。そうなんですよ、津田さん見えて若いんですよ。津田さんだってまだ40いってないですもんね。ちょっと待って、まあ、はい、それは私に対する。なになになに。違う、津田さんって一見なんかちょっと老けてそうじゃないですか。長いしね。あ、キャリアがね。そう、一見って顔とかじゃなくって、うん、これね、言えば言うほど大変。そう、私がもう何年もこのマネージャーをやってるっていうキャリアを知っているので、うんうんうん、だから、うん、一見するとすごい、うん、あれもう結構いいお年って思うんですけど、でも全然そう思ったら若かったっていうことかな。そうです、そういうことです。まえちゃんの中で若いっていうのはいくつの。17歳ですよ。17歳です。なんだ、なんか絡むよね、なんで。ちょっと待って、初課金ちゃちゃさんはどうしたんだっけ。初課金ちゃちゃさんは、はい、絆ということに疑問を持っているんです。大丈夫だよ、まえちゃんしっかりしてる。そうだった、そうですね、うん。で、テーマ変えますか。ここまでここまで絆にしたんだから。絆で来たんですけど、そっちを変えるんじゃなくって、はい、絆っぽいラジオにもっとしよう。した方が、私はいいんじゃないかなって。私が変わっていった方がいいってことですか？うん、でも変わらないでほしい、舞ちゃんは。じゃあテーマ変えましょうか。そのままの舞ちゃんでいてほしいんだけど、テーマも変えたくない。はい、あ、じゃあ、わかります。聞く耳だな。これもう、リスナーの耳だな、これ。はい、すっごい温まい、舞ちゃん。すごい、今ね、はい、もう今私出口がないって思ったけど、見つけたね。見つけました。これはもうみんな何を聞いても絆だと思うしかない。ですよ。私が、当たった当選金をね。舞ちゃんって本当にすごいね。当たった当選金を。ひたか福祉にする、うん。そのことを、はい、絆だと思ってくれれば、問題ないんです。隠すけど、それ、絆。だって、知らないってことは幸せなことですからね。
ああ、こう知ってやきもきするとか、ずるいな、いいなって思うよりも知らない方が、でもそれはあるかも。知らないで幸せなことって世の中にいっぱいあるんだよね。はい、いっぱいあるんですよ。そっか、だからそれはまいちゃんの優しさなんだ。そう、絆なんです、これ。そっか。そう、それが言いたかったんです、私。はあ、なるほど。はい。奥が深い。はい。うん。よかった。酔っ払ってるかもしれませんけど、これだけお願いしてもいいですか？はい、頑張ります。すいません。いつものあれね。今日は何だろう。はい、遠山の金さんで読んじゃった。はい。この、桜吹雪に見もぼべが、もう一回言っていいですか？いや、もうそう、言い返しますから。この桜吹雪に見覚えがねえとは言わねえぜ。さないよくでした。お姉ちゃん。なぎさとさなえのお前にレインボー。皆さんの家には蔵や納戸ありますか？今日も蔵にまつわる家族との絆、心温まるエピソードを紹介しちゃいます。お願いします。ペンネームタンスに足の小指を京田さんからいただきました。ありがとう。ありがとう。あっという間に12月になってしまいましたね。はい。さて、蔵や納戸とはちょっと違うのですが、はい、12月といえば大掃除だと思います。はい。普段はなかなか手が回らないところを掃除していると出てくるのが懐かしい思い出の品ですよね。幼稚園時代の写真だったり、小学校の卒業アルバムだったり、下手っぴな字で綴られた作文だったり、大事にしていたおもちゃだったり、大丈夫まいちゃん。ちょっと鼻出てきちゃって。ごめんなさい。続けてください。ちょっともういい話だなと思って。うん。いい話だなって聞いてるんです。だったよね。はい。はい、ついつい、ああ、この子の名前も覚えてないけど、幼稚園で一緒に泳ぎやったなとか。卒業式以来会ってないけど、はい、元気でいるんかなーなんて昔を懐かんでしまいます。懐かしいんじゃないですか？お姉ちゃん、そこ私にもわかります。懐かしいんでしまいます。懐かしいんでしまいます、はい、気づくと掃除がほとんど進んでいないなんてことになるのですが、はい、これも大掃除の一部なんじゃないと半ば開き直っています。はいはい。蔵というほど立派なものではないですけど、一人一人がそれぞれの蔵を感じることができる大掃除も悪くないかなーなんて思いますね。実は大掃除絡みで僕にはちょっとした夢があります。うん。あと50年くらいしておじいちゃんになった時、うん、大掃除の時に蔵などの DVD を発見して鑑賞し懐かしさに浸ることです。随分と先のことですが、それが僕のささやかな夢だったりします。素敵。これポニーキャニオさん大喜びですよ。そうだよ、もう金丼賞あげよ。金丼賞？あれ金丼賞？うん、分かると思うんだけど。よし、金丼賞あげましょう。金丼賞決定。決定。素晴らしいね。すごいっすね。素敵な夢だね。本当に。でも確かに大掃除やるといろんなもんこうさ、こうやりながらこう止まっちゃうんだよね。あー、こう分かります。見ちゃうんだよね。見ちゃいます。見ちゃうね。なんか漫画本とか読んじゃいます。うん、読んじゃう、読んじゃう。読んじゃうんです。あと、あれを見ちゃう。なんで、写真とか。あー、見ちゃいますね。見ちゃうんだよね。そうなんですよ、ね。困った、困った。いや、でも、なんか、いいね。こう、ちょっと蔵とは違くても。蔵ですけどね。まあ、ね、あ、蔵じゃなくて。そうなの。お掃除っていうことでね。まあ、でも、いろんなところを掃除、お掃除してるとってことでね。でも、蔵なのよね。これね。はい。はい。皆さんね、あのメールね、ありがとうございます。クラマンドのコーナーでした。なぎさと、さなえの、お前にレインボー。まいちゃん、この3本目の、はい。これは、マンハッタンスノーって書いてある、カクテルパートナー。冬の限定缶だって。すごいですね。もう、ギブ。じゃあ私ギブです。ごめんなさい。まいちゃんも赤い。もうごめんなさい。もう目がすっごいうるうるしてる。帰りたい。すごい。ちょっとこれ飲まして。もうどうぞどうぞ。美味しいです、でも。あ、グリーンアップル。うん。書いてますね、ここに。ヨーグルト。グリーン。
まあ、美味しい。これ、そうですね。美味しいね。美味しいですね。ね。まゆちゃん、もうちょっとだから頑張ろう。はいはい、今日ブレイコーですから。ブレイコーだった。ブレイコーですから。ブレイコーだったね。はい。あ、じゃあ、これ私読みますね。うん。今年1年は絆がテーマでお送りしました。うん。来年はどうなるかわかりませんが。いや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 。リスナーさんから何千通もあったかいメールいただきましたね。もう本当に幸せでした。あ、私今全然違う話していいですか。何何。ドキドキする。何だろう。酔っ払いって声がでかくなるって言うけど本当です。言ってる。だって絶対いじんでますよね。ここいじってますよね。うわー、私たち今確かにすっごい声大きかった。声でっかいですよね。大きかった。距離感つかめつかめてない感じですよね。しかも同じぐらいの酔い加減。いや、まゆちゃんの方が酔ってるな。違う、お姉ちゃんの方が酔ってます。私ね、最初の頃ですごい結構ずっとおかしくって大丈夫かなと思ったけど、ちょっとね、はい、大丈夫になってきた。冷めました？冷めてはないんだけどね。本当ですか？うん。じゃあコーナーのおさらいきます。なんか今どうしよう。今ちょっと、ちょっと待って、今ちょっとめんどくさいと思ってちゃう。今だって絶対今か、今ここを見つめてどうしようかなって感じ。あと6行もあるみたいな。ちょっと読んだ行か、お姉ちゃん。お姉ちゃん、じゃあ1行じゃあ1行交代しますか。そうしようか。わかりました。はい、ではコーナーのおさらいです。皆さんからのお便り、他を送っていただくお便りだと、なぎさちゃんがみんなの奮い立つセリフを読んでくれるカチサンド、ごまかしている&疑わしいと思うことを紹介するさなえ疑惑、クラやナンドから出た一品や心温まるエピソードを送ってきてもらうクラナンド。待って、ホームページの投稿フォームから送ってみてくださいね。はい。いや、来年もね、うん、皆さんからのパンチの効いたお便りをお待ちしていますよね。そうなんです。読めてない人ももちろんいます、うん、でもそれにめげずに送ってほしい。前も読んでますね。前も言ったんですけど、うん、こう決める前にすごい悩むんだよね。どうしよう、これも面白いとか言いながら。そうなんです。もうあの回すまでに1時間半ぐらい、ね、やってますから、うん、うん、そうなんです。ずっと読みながらみんなで、このメール面白いってねやってるのでね、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。でもじゃあ良いお年をなのかな。そうですね。でももしかしたらインターネットラジオだから、もう新年になっちゃってる人もいるかもしれないけど、気にしないでね。たわけまゆちゃん、あ、ごめんなさい。絆、絆。あ、でもそれも絆だと思ってる。それも絆、それも絆と思ってほしい。ごめんなさい、俺新年明けて聞いてごめんなさいと思ってるだからそれも絆と聞こう。聞いてください。はい。お相手は中原舞と、来年もブレコー井上きっこでした。来年もお前にこう、まだ考えてないの。お姉ちゃん考えてなかった。なんて言ったらいいと思う。最後だからお前にレインボーになんかかけて、レインボー忘年会とかでいいんじゃないか。うまい、やったー、うまいうまい。じゃあもう一回言っていい、うん、どうぞどうぞ。来年もお前にレインボー年会、やりましょう、やりましょう。すごい酔いましたねこれね。どうしよう。渚と早苗のお前にレインボー。この番組は光坂高校演劇部、ブシロード、タブリエコミュニケーションズの提供でお送りしました。